Ricky? Thank you.
拳で語り合え。モダンコロシアムへようこそ。今集中してるの。気安く話しかけないで。お前もエクスプローラーになりたいのか？エクスプローラーってのは巨悪なモンスターと戦うことも多いんだぜ。そんなひょろい体で大丈夫か？あれ？君もエクスプローラー試験を受けに来たの？まだ若いのに、その心意気はナイスだぞ。で、名前は何て言うの？悪いけどさ、試験を担当するはずの試験官が寝坊で遅れてるのよ。ちょびっとその辺で時間潰しててくれないかな。俺はさ、エクスプローラーになって手に入れたいギフトがあるんだ。だから寺院だって独学で学んできた。まだ若いから試験に落ちましたなんて言い訳はしたくないからな。今日までにできる準備、可能な限りはやってきたつもりだ。はあ？ちょっと待てよ。お前ギフトも寺院も知らないの？嘘だな。そんな奴と一緒に試験を受けなきゃいけないのかな。お前何しにここに来たんだよ。エクスプローラー試験ってのは、人員すら知らないような、何の努力もしてないような奴が簡単に受けていいようなもんじゃないんだよ。お前みたいな奴は試験を受けたって合格するどころか怪我しておしまいだ。悪いことは言わないからよ。ここで帰れ。ジーンも知らない奴が偉そうな口叩いてんじゃねえよ。はっきり言って邪魔なんだよ。パンパな奴に足引っ張られて試験に落とされたらたまったもんじゃないからな。試験官が遅れてるんだ。ちょうどいいじゃん。まず俺に負けたらさっさと荷物まとめて田舎に帰りな。ここどこだと心得て？そう、ここは戦いの聖地、モダンコロシアム。それなのにエントランスでことを追っ始めるなんて、そんな金にならないこと。もとい、面白くないこと。もとい、無作法なこと。このハニーシュガーが許さない。ならリングの上でなさい。ちょこっとだけ使わせてあげるからさ。お姉さんは血気盛んな若者は大好きだぞ。いいね、願ってもない提案だぜ。お前覚悟はいいな。
寺院を使えなかろうが遠慮はしないぞ。それが俺とお前のこの試験にかける意気込みの差だ。使えない奴に苦戦してたんじゃ話にならないんだよ。もう受験者たち集まってる。ひどいようだと教会に報告するよ。まあ、わりわり今度なんかおごるからよ。いいねいいね。ところでさ、あれなんだ、あいつら何やってるんだ。絶賛青春中ってことでしょ。やりすぎじゃね？最後の一撃は俺が悪かった。すまね。でもお前はさ、寺院使えないのに結構やるじゃん。だがその差は本当に年齢だけの差だった。情けないのは俺の方だな。俺は草場大輔だ。突っかかって悪かったな。仲直りの拳合わせだ。知らないのかよ。こうやって拳と拳を合わせるんだよ。あ、これで俺たちはもうダチみたいなもんだ。慣れ合ってるところ悪いんだけどさ、あなたたち勝敗はどうするの？負けた方が今回の試験は諦めるんでしょ？なんだよ、お前性格悪いな。男同士が拳を交えたのなら過去の確執は水に流したに決まってるだろ。お前じゃないわ。私にはリアリーっていう名前があるの。リアリーか、綺麗な名前じゃん。
はいはいはい、喧嘩はそこまで。全員こちらを注目。喧嘩なんかしてないし、そもそも試験官であるあなたが遅れてきたからこんなことになったのよ。まあそうだな、まずはあんたが謝るよ。今回の受験者は若くて息がいいね。オーケーオーケー、謝るって遅れて悪かったな。で、ハニシュガー、この3人だけか。今のとこそうなるかな。じゃあさ、面倒くさいからここで締め切っていいよな。今回の試験はお前ら3人だけで行うか。大輔、リアリーだな。俺はアルフレッドだ。堅苦しいのは苦手なんで、アルトでも呼んでくれ。まあお前らはエクスプローラーになれるかどうかはこの俺のさじ加減次第ってことだから、たっぷりオベッカを使うよ。最低だな。でだ、試験自体は実践方式で行おうと思う。ということで早速マーブルブルーに行ってもらうわけだが。え、もうマーブルブルーに行けるの？まあな、試験だけどな。そのためにはとりあえず宇宙港に行かないと始まらない。ってことでこれから全員で宇宙港に移動だ。けど俺が印刷するのも面倒くさいから。そうだな、お前が俺らを宇宙港まで連れて行け。初っ端から責任を期するな。これも立派な試験の一種だろ。ほらほら、つべこべ言わずにさっさと行けよ。見えてきたよ。富も名声もまずはここから。宇宙港へようこそ。
Thank you.